ギズモでやってますよ。いい感じじゃない。ギズモで壁に当ててでポチョンって落としたらたまらずバグって食ってくれましたり、結構上あごのいいとこにかかっておりました。はい、ギズモとバス君、じゃあ逃がします。